スポーツジャストワンをご覧いただき本当にありがとうございます。この動画の下に皆様の毎日をブラッシュアップしていただける素晴らしい朗報もありますので、どうぞ。イチロー記者会見優しさの理由。オリックス時代からイチローを取材してきた高原俊夫編集員が2019年3月21日深夜に出席した引退会見の魅力か特別さを振り返った。イチローはやはり恐ろしい。21日のアスレチックスマリナーズ戦、東京ドームが終わった後に行われた深夜の記者会見。地上波は途中で切れたようですが、 BS、CS、さらにネットの中継などで多くの方がライブで最後まで見届けたよう。これだけでもスポーツ選手の記者会見としては珍しく、視聴率も高かったようですが、驚いたのは業界内視聴率でした。この会見に出た後、オリックスと阪神のオープン戦が行われた京セラドーム大阪に行きました。そこでこれまでにないぐらい声をかけられてしまいました。オリックスはもちろん、阪神の選手、コーチ、関係者から見てたよ、質問してたな、声ですぐ分かった、聞きたいこと聞いてくれたら、などなど、本当に驚くぐらいでした。これまでの取材生活から得た個人的な感想を言えば、この世界の人々は自分以外の他者に意外に興味がないケースが多いということです。立派が出れば高収入、ダメなら無職になる厳しい世界。どんな選手でも心のどこかで自分が一番と思っているし、それでいいのですが、他の選手について口ではともかく、実際はあまり気にしていないものです。平成の世の中で名実ともに最も名前を打った野球選手です。どう思っているかは別にして、誰しもその引退会見に興味を持たずにはいられなかったのでしょう。本当に球界関係者みんなが見ていた、そんな印象すら受けました。イチローの恐ろしさという他ないでしょう。超異例の会見、それにしても異例の記者会見でした。2戦目の試合中に試合後に会見を行うという発表があった。ところが試合が延長戦になり、なかなかゲームセットとならない。言うまでもなく、大リーグの場合引き分けはありません。東京ドームだろうがどこだろうが、基本決着がつくまでやる。例えば延長20回とかなった場合、それでも試合後に会見をやるのか、それは一体いつからなのか、そんな不安が湧き起こってきました。結局始まったのは22日の午前0時前という比較的まともな時間でした。しかしそこからまさかの1時間23分、会見から取材に来た人は知りませんが、午前中からなんだかんだと仕事をしている記者たち、しかも私のようなおっさん記者たちにすれば、やや頭がぼーっとなっていたことは否定できないところでした。集まった報道陣もユニークでした。普段から一応野球を取材している我々スポーツ紙、一般紙、もちろんテレビ局の面々は当然として、雑誌、さらに正直私は知らなかったネットメディアの記者たちもいました。どちらかといえば、これまで限られた人間にしか話をしてこなかったのがイチローです。ロタンダでここまで取材する人の幅を広げたのは不思議でもあり、面白くもありました。個人的な感想を言わせてもらえば、それはここでする質問かなというようなものに混じりましたが、イチローはそれらを全てうまくこなしていきました。相変わらずのクレバーさだと思ったものです。イチローのねぎらい、そんな体験でイチローの発言がさえわかりました。世間をうならせる答えと同時に、質問者に突っ込む発言が飛び出したのは周知のところです。私は引退後について聞いたのですが、質問はシンプルにお願いしますと言われ、焦ってだからと言いかけると、マイクを使ってと追い打ちをかけられてしまいました。これ普段の取材ならシンプルなのかなどと返せるのですが、そこは何しろ
テレビカメラで全国に流れているライブでの出演、やはり硬くなってしまったのか、言葉遣いまでおかしくなってしまったような気がします。その他の声が小さいよ、それさっき言いましたよね、集中してないの、などというフレーズが一郎の口から出ました。これらにはある共通項があります。一郎がああやって突っ込んだ記者はみんな昔から一郎を取材してきた顔ぶれだったという点です。さらに後で体験を見返して思いましたが、表情も少しリラックスしているように見えました。94年の210安打でデビューして以来、一郎の取材はある意味真剣勝負のようなところがありました。つまらないことを言うとピシャリと跳ねつけられたり、鼻で笑われたり、こちらもオリックス時代から何度もそんな経験を繰り返してきました。あの会見でのツッコミはそういう勝負を繰り広げてきた面々に対する一郎流のねぎらいだったのかもしれない。あれから約1週間が経った今、そんな気がしているのです。みんなの声、最後の記者会見まで一郎の流儀を貫きましたね。一郎流の優しさがにじみ出た会見でした。数々の名言を残して会見が終了した時、これで終わりなのかと寂しさが込み上げてきました。いつまでも心に残る会見でした。一郎さんありがとう。こういうやり取りがもう見れないと思うと、野球ファンではないのですが、国民的な宝の選手が引退するんだと感じ泣いてしまいました。海外在住ですが、一郎選手はとても有名です。特に野球ファンでなくともです。45歳でもこれだけ頑張った彼に敬意を表すとともに、私も異国の地で辛いことがあっても頑張ろうと思いました。信頼上の厳しさと見当違いの質問に対する勉強不足を責める冷たさの2つがあった会見だった。同じような叱責でも目つきが違ってた。いい会見だったし、勉強になる会見だったと思う。日米での偉業については論を待たないが、個人的には WBC で韓国に負けてマウンドに韓国国旗を刺された時のイチローの見たことのない悔しがり、その後結果が出ない中、最後に韓国戦で放った決勝打、それぞれのイチローの心情や日の丸に対する思いなどは聞きたかったが、晩年はだいぶ和らいでリップサービスも旺盛になっていたが、若かりし頃は腫れ物みたいなところがあって、テレビ越しにもピリピリが伝わってきた。間近で関わってきた記者は如実に感じていたと思う。そんな関係にしかわからない空気感があったと思うと、両者にお疲れ様でしたと言いたい。一郎らしいといえば一郎らしい会見でしたが、記者の方が常に気を張ってないといけないのも大変だと思いました。長年取材してきたからこそ、あの場だからこそなお緊張して空回りして頭が回らなかったということもあるかもですね。まあちゃんと聞いてます？部下のやり取りもらしいじゃないですか。それはそれで面白かったからよし。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。